駅名標ホームにある、ヨシツネ水道費と第1号機関車、ヨシツネ号の鈴張リウストンネルそばの海岸線にあった、廃止後の駅。ホーム取り壊し中。1976年のハリウス駅、周囲約 2km3km 範囲。左が、小樽方面。上の別枠に当駅拡大。崖に張り付くように、抽選を間に挟んだ、相対式ホームが設置されている。 長市街が写真右下側に見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成バリウス駅は、かつて、北海道小樽市ハリウス町にあった、北海道旅客鉄道箱立本線の駅である。1990年より、下記営業の臨時駅となっていたが、1998年からは、通年休止となり、 駅としては機能していなかった。2006年3月18日のダイヤ改正に合わせ、正式に廃駅となった。所在地名による、アイヌ語の春牛、食料、群生するに由来する。この場合の食料とは、オウバより餃子ニンニクなどの山菜を意味する。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅だった。古戦橋は設置されておらず、 臨時駅となった当時にはすでに駅舎、便所、湯あかりしつこや物品庫は閉鎖されていた。国鉄時代は抽選があったが、国鉄末期の合理化で撤去された。ホームはかさ上げされておらず、幅が2メートルもないため通過列車に注意する必要があった。駅構内だった敷地には、吉常水道費と第1号機関車、吉常号の鈴が残されていた。 北北東方向に石狩湾を望む位置にあった。周辺の海岸は砂浜ではなく石ころが転がるだけの浜だが、かつてはハリウス海水浴場となっていて、古くは札幌ハリウス間を往復する海水浴客向けの臨時列車も運転されていた。しかし、前述のように古戦橋がないため利用客が列車に跳ねられる事故が多発し、さらに経営者の都合で、 海の家も閉鎖されたため、海水浴場は廃止され、それと同時に、ハリウス駅に停車する列車もなくなった。廃止時には利用できる施設は一切なくなっていた。かつては崖上にあるハリウス集落へと通じる人道があった。元から獣道のようなものだったと言われているが、現在は自然に帰り完全にわからなくなっている。臨時駅へと、 格下げされた頃には駅に通じる道は朝里方の私有地しかなく、夏季でも、かろうじて乗用車1台が通行下の砂利道があるのみで、これも通常はゲート前で封鎖されていた。また冬季は完全に雪に渦漏れてしまうことから駅へ到達することは困難を極めた。仮に駅までたどり着いたとしても、古線橋がないため海岸側のホームに登るためには、 線路を横断しなければならなかった。駅がトンネルのすぐそばにあるため特に下り列車からの見通しが悪いこと、また同内有数の幹線区間であり、快速列車や普通列車が頻繁に運転されていること、これらの列車はすべて高速で駅を通過していくことなどから極めて危険だった。過去にはハリウス地区の市街下の海岸にある エビスイは前の線路を渡ろうとした人が列車に轢かれて死亡するという事故が発生していた。駅のあった場所から南200メートルの高台を国道5号がさらに50メートル南をサッソン自動車道が走っている。超薄の集落は千箱駅方向に2キロメートルほど進んだ位置にある。市街から離れ駅へ通じる道のないこの位置に 北海道炭鉱鉄道が駅を設けた理由は付近に採石場があり、採石の積み出しが目的であったためとされている。コロナイ鉄道が作られた当時は、この地は有数のニシン魚場で、その唯一の生活道路の上に軌道を敷設したため、漁師たちは軌道上を歩いて通っていた。なお、その時期には、ニシンが取れなくなったのは、汽車のせいだという反対運動も起こっている。駅裏には、 超薄の滝と呼ばれる落差50メートル級の滝がある。当駅の所在する地の旧地名は、アイヌ語で、チャラチャラ音をさせる川に由来する、チやらせないであり、元はこの滝と川を指していた。列車内から一瞬のみ仰ぐことが可能。設備はすべて撤去されている。今では、細長いサラチと、海岸側ホーム跡の堤防に、うっすら残る、ハリウスの文字だけが、 かつてここに駅があったことを伝えている。